マフムード・キャーミル・パシャマフムード・キャーミル・パシャは、オスマン帝国の軍人。最終階級は、ミール・リバー。第一次世界大戦前、国防次官を務める。1914年に、第二軍司令官に任命。ハーフズ・ハック・パシャの死後、1915年中頃に、カフカース戦域で行動する、第三軍を指揮した。第三軍の再建に尽力し、 1915年6月までに第3軍は兵士15万人と火砲360門を揃えた。マフムード・キャーミルはアブデュル・ケリム・パシャの打撃集団により、ロシア軍のカフカース軍の側面及び後方に進出することを決心した。7月22日、アブデュル・ケリム集団は攻勢を開始し、初期段階では作戦は順調だった。しかしその後、 集団は撃破され、8月13日までにユーフラテスに退却した。1915年12月、ロシア軍のエルゼルム作戦開始時休暇中であった。ロシア軍部隊が後方に進出してきた後、1916年1月3日に退却命令を形し、残余部隊をエルゼルムに集結させた。2月11日、ロシア軍は市内に突入し、 2月16日にエルゼルムは陥落した。作戦中、マフムード・キャーミルの部隊は兵士の約半数を失い、家宝のほぼすべてを失った。その後、更迭された。ありがとうございます。